ジャンニコリはコルシカリネアが運航していたフェリー。1998年にギリシャの会社ミノアアラインズのパシファイとして建てられました。2009年に SNCM に売却され、2016年にコルシカリネアに譲渡されました。スウェーデンのランズクルーナに造船された。1998年6月13日に ミノアンラインスに引き渡され、7月4日、パトラアンコーナ航路に就航。2009年に SNCM に買収され、ジャンニコリと改名された。マルセイユ・アジャクシオとマルセイユ・ポルトイコールベッケオの路線に就航する。彼は SNCM の破産後、2016年にコロシカリネアに転勤しました。2020年のドック入り時には SOX スクラバーを搭載し、 ファンネルが長方形のものに交換された。2017年3月7日から8日の夜、アジャクシオとマルセイユの間で、ジャンニコリは巨大派に襲われました。乗組員は遭難電話を強いられ、船はトゥーロン港に護衛されました。波の影響で橋の窓が破壊され、ナビゲーションデバイスが損傷しました。船はラセーヌシュルメールで修理され、3月10日に、 マルセイユの方向に出発しました。ありがとうございます。